タンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。この時間は名古屋グランパス対セレッソ大阪、こちらをご覧いただきます。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。北澤さん、361のシステムで今日は来ているようなんですけれども、この3バック、この意図は何なんでしょうね。まあ、相手がワントップ、ツートップでも3人で守りきれるということですよね。ただワントップになってしまうと少しこう余ってしまう選手がいるので、前に押していくということもしないと、少しこう縦にポジションのデコボコ感をつけるということができた方がいいかなと思いますけどね。ツートップに対しては非常にこうはまりやすいのかなと思いますけどね。あとはサイドのワイドにいる選手ですね。これがサイドバックに入ってきたりとかするので、まあ、ちょっと守備時の時には5バックになったりとかっていうこともこうスムーズにできれば、守ってからの攻撃っていう形もなりますよね。名古屋のキックオフでスタートです。名古屋グランパス対セレッソ大阪、この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね。 そうですね。自分たちのフットボールをする、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね。はい、ゲームの序盤見ていきましょう。ルーカス・フェルナンデス、ここで丁寧にボールを扱う、中に合わせてくるか、どうだ、ドルーズボール、拾えるかな。さあ来たか、ボールがつながる、来ましたよ、来たか、シュート、ーいやー、先制セレッソ、いやー、美しいパスワークからのゴールでした。これだけの連携プレーっていうのはチーム全員が意識してないとなかなかできないんですよね。見事な崩し方ですよね。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、これは打つ前のパス交換が綺麗でしたよね。相手ディフェンダーは完全に翻弄されて対応遅れてましたからね。やはりマークを振り切る動きと決めれるところで決めることができる決定力がこの素晴らしいゴールを生んだんじゃないでしょうかね。さあセレッソ立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや、リードしたってことも大きいですけども、やはりそれ以上に時間帯がいいですよね。ゲーム立ち上がりから自分たちのサーブがしやすくなるということですよね。はい、主導権を握る意味では大きなゴールになりますよね。森島ふわっと裏を狙うスルーパス、越えた、クリア、このピンチをなんとか出します。さあここでカウンター、この柔らかいパス、ここは通しません。一気に前線にボールを送る、ここは対応します。鳥海、名古屋としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。セアラ今日ワンアシストです。田中裏を狙っていきます。お、いい形じゃないですか。このボールはつながりません。さあ来たか、もう一つ前に行きたい、これはどうだ、一瞬のクリアですよね。ここで受けて上り里、縦へ送る、このパス回し、来た、いや、今のは北澤さんファインセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これミドルシュートに行きました。柴山、長井へ、長井からのフィードボール、裏のスペースを狙う、来たシュート、いや、名古屋入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。いや、今見たという長いパスにタイミングよく反応した上がりは幅が届くチャンスですからね。大きく縦へ、セアラサイドのスペースへ走らせる、いい展開ですね。どうする、チャンス、まあクリアが精一杯ですよね。さあどうだ、ミドル、まだある、さあどうする、ここで受けて一旦前を取る、中人数揃っている、これ仕掛けるか、さあどうだ、開きましたよ前、シュート、
いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。名古屋十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。前線へ長いボール、チャレンジはしません、後ろに流す。ボールを下げてリズムを作るか、一呼吸を置きます。キーパーからのロングフィード、ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。前半終え1対0、名古屋今のところ先制点を許したままという状況です。先制されてやはり点を取っていかなければならないということで攻め込もうとはしてましたけどもね、相手の守備陣をどうこじ開けていくのか、後半はそこが見どころになると思いますね。名古屋グランパス対セレッソ大阪、それでは続けて試合をお楽しみください。後半スタート、名古屋としてはまだ時間がありますからね、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。田中、セアラ、ここで前を向く、シュート、さらに来る、武田のセーブ。名古屋はここクリアで難を逃れます。いやーキーパー素晴らしいですね、いい仕事しましたよね。クロス、すぐクリア、このピンチをなんとか出します。危ない、おいい形じゃないですか。さあ来たか、自分で行く、ここ来ましたよ、さあ中央へ、シュート、まあ、どんな状況でもどこからでもゴール狙ってきますからね、意識高いですよね。セレッソ今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をすると思った方がいいですよね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。セレッソとしては先ほどから守備の際ディフェンダー一人一人が、これはどうだ、ダッカだ、キーパーすごい反応を見せました。いやキーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね。なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。コーナーキックのチャンスになります。上げてくる、どうだ、クリスボール、まだある、さあどうだ、シュートもあります、リズムを刻む、打った、シュートクリア、このピンチをなんとか出します。激しいボールの奪い合いです。今の形すごく良かったですよね、これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。キーパーからのロングフィード、プレスからボールがこぼれる、いいプレッシャー、縦へのボール、ここは通しません、緩く狙ったボール、ここはキーパー処理しました。このパスを受けて、さあつながるか、いい形じゃないですか。さあ来たか、名古屋ここでファールをもらいます。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。今大事な時間帯ですよね、もう少しゲームを動かすならハードなプレッシャーをかけていった方がいいですけどね、それからシュートで終わるイメージを持ちたいところですよね。距離はありますけどもね。さあフリーキックのチャンス、どうだ、いやいいですよね、積極的でしっかり枠に飛ばしてきましたし、いいキック持ってますよね。ちょっと危ないぞ、このパスは上り坂、ここは対応します、長いボール縦に入れます、裏へ届くか、一旦戻します、これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。ボールの奪い合い激しいものがあります。ボールは
長いボール縦へ、セレッソはアワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。パスをつなぎます。川津長いボールを送ります。おいい形じゃないですか。さあ来たか、これは来た、これさあどうだ、シュート、キム・ジンヒョン止める。いい反応でしたね北澤さん。いやファインセーブですよね、よく取れましたね。これここで見せてくれました。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどね。ここでコーナーキック、時間はあまり残されていません。さあどうだ、キーパーボールはクリア、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。スルーパスを狙う、あいい展開ですね。さあどうだ、これ出る、うわ、取らないですね。セレッソは選手を変えるようです。ここで受けて、さあどうする、チャンスを演出できるか。丁寧に足元を使う米本、サイドを使います。ここで丁寧にコントロール、さあどうだ、ここ来ましたよ、絶対受ける、うわゴールライン終わったところで終了のホイッスル、一歩及びませんでした。1対0名古屋、1点差になりました。結局前半のゴールが決勝点。さあ北澤さん、今日のゲームどうでしたか。名古屋としては後半で取り返すタイミングが何回かあったはずなんですよね。ただ結局そのチャンスを生かせなかった、非常にもったいなかったですし、今後の課題になるでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。名古屋が前半の1点に泣くという形になりました。